ドイツ戦の浅野のゴール、これ。今見てもおかしい。クルトワなら止められてた。100回に1回のトラップ。なおこの後無事行方不明になった模様。再現性ないよね。あんだけ神プレイしたらその後ちょっとやらかしたくらいじゃ普通多めに見られるのに評価どん底まで落ちたのほんまひで。神トラップからの神シュートとか半分神だろ。浅野ってオリンピック予選でも決勝ゴール決めてたけど、普段のリーグ戦もあれくらいの勝負強さ出せよ。4年前の乾のあれも原口のあれもそうやが普段見たことないゴール決めすぎよなワールドカップ、上振れ感あるわ。ゴールネット貫通バグやろあれ。リータだなりのボレーとかぶるわなんか。クロアチア戦ただ走ってただけ。あの瞬間だけ全盛期メッシ前降りててくさ。朝のこの前のリーグ戦も確変してクソうまいの決めてたし、もうほんとにガチャ。ノイアービビって避けて敗退とかダサすぎ。印象値だけ上がったよな。クロアチアに勝ってたら大前ブーム来てスキンヘッド流行ってたやろな。収められるフォワードいたら絶対クロアチア勝てたよな。てかそうなれば割と負ける気しないメンバーだった。あのゴール以外はどの試合もパフォーマンス終わってたな。グバルディオルとかすごすぎたけども。あの1ゴールのために他のゴール全てを捧げた感じ、あれなかったらマジで代表にいらん。一生のピークがあの瞬間やったんやろね。夢見させてくれてありがとうお疲れさんって言ってあげたいわ。でもどうせ森保また呼ぶんやろ。そやブンデスでも活躍してるし。三笘の巻いたパスも決めてたら伝説の男の子になってたやろな。ノイアーがビビって顔避けたのは正直がっかりした。やっぱどんだけすごいキーパーでも本能出ちゃうんやなって。あれ浅野じゃないやろ。浅野じゃない要素が詰まりすぎやで。あのレベルのプレイが毎回できてたらそれはもう浅野とは別の何かや。再現性ゼロ、小林のホームランと同じ。ユディガーの煽りダッシュでバチが当たったという風潮、